2009-2010ISU グランプリファイナル ISU グランプリファイナル国際フィギュアスケート競技大会はフィギュアスケートの国際競技会で2009から2010年シーズンの ISU グランプリファイナル及び2009から2010年シーズンの ISU ジュニアグランプリファイナルである2009年12月3日から6日にかけて日本東京の国立代々木競技場 1> 第1単位区間で行われた。全シーズンに引き続き ISU グランプリファイナルと ISU ジュニアグランプリファイナルが一連の日程内で開催された。2009-2010ISU グランプリシリーズの獲得ポイント上位6選手6組及び 2009-2010ISU ジュニアグランプリの獲得ポイント上位8選手8組が出場した。 アイスダンスのコンパルソリーダンスは行われず、オリジナルダンス、フリーダンスで順位を決定した。なお日本スケート連盟では、今大会3位以内かつ、各種目での日本人最上位の選手が、この大会以降に行われる第78回、全日本フィギュアスケート選手権に欠場しなかった場合には、バンクーバーオリンピック及び2010年世界、 フィギュアスケート選手権代表に内定するとされた。入賞者にはそれぞれ以下の賞金が与えられた。男子シングル男子、シングルメダリスト女子シングル女子、シングルメダリストペアペアメダリストアイスダンスアイスダンス、メダリスト男子シングル男子、シングルメダリスト女子、シングルペアアイスダンス2009、2010フィギュアスケート、国際競技会派遣選手選考基準日本スケート、連名。 ありがとうございます。